半幕の本家の半間岩先生です。金持ちになる方法でですね、100% これを守らないとなれないということをの内容をお教えいたします。まずね、多くの人とよく接することね、でが大重要なんですけれども、重要です。それでね、それは通信関係とかマスコミテレビとかですね、いうことで直接はね、接するのは高貴なことですね。なんかのお祝い事とかね、なんかの行事の時ですね、で接するということですね。で、人間みんな悪いんで、人間誰でも悪いんでね、自分のね、ちゃんとマナーを教えた彼女はいいけども、ちゃんと教育したね、悪くないのはいないんですよ。だから普通の人と一緒にの部屋には絶対いちゃいけません。金持ちになれません。普通の人とね、一緒に部屋いるとかね、いつも単独であること、ね、単独で仕事やってること、単独でいつも生活してることがまず重要ですね。でそれで人とよく接すること、ね、これは公共ですね、なんかのパーティーとかね、よく接して自分の意見を言うこと、ね、伝えるコミュニケーションをふんだんに取得するということが大事なんですね。だけどそれが難しいのは、みんな悪いんで、その人たちとね通じちゃいけないんですね。自分のお金稼ぎとか狙われますから、行事でちゃんと集まった時にね、パーティーでもちゃんと皇室にね、みんな動く、ね、時しか接しちゃいけないんですね。でもう全然違います。人と普段はもう一人で仕事してること、単独で仕事してること、大事な仕事、人がもう1時間でも入ってたら、もうその日3日間は4日間はもう絶滅しちゃいます。なんせ仕事というのはすごく難しくてデリケートなんですね。自然界の動物ね、人間に手を加えられないね、そういうその自然界の動物、野生の動物と同じでね、生きないといけないんですね。ものすごく真面目に正確にね、悪いこと一切ないように動かないといけないんで、何一つね、考えすら一つ悪いことないように生きないと金持ちになれないんですよ、本当のね。慣れたとしても、その入ってると少しでもそういう人が悪いのは、自分が悪くなくてもつながりがあったりすると、全部金持ちになっても自分でお金使えませんね、回されちゃいます。ということで重要なのは、人間とコミュニケーションを良くすること、接すること、ね、が最大重要で、ちょっと待ってね。